風物詩は何といってもススキ。秋空の下、見頃を迎えるススキの絨毯は少し冷たい風を受けて山肌に大きな波を作り出します。特に夕暮れには暖かい光をいっぱいに含んで金色に輝くススキたちに出会えます。ロマンチックな阿蘇の風物詩、映像だけではわからないこの美しさをぜひその目でご堪能ください。このススキは10月から11月が見ごろで、外輪山を走るミルクロード、特に二重の峠や大観峰周辺が絶景スポットです。